はい、ズームサファリで最初の魚はハワイのこの綺麗なハゼ。引き続きね、さっきのあのあれいいな。どこだっけ？あ、これここかな。いやなんか違うけど、まあでもね、あの狙いどころは無限大。今ね、尻尾くわえてからこの針先のところまで食いつかせるっていうのは腕の見せ所でございますが、まあそれよりも釣れる穴どこだっけな、さっきの反応。あ、でもここすげえいっぱいな。ここちょっとサイズアップ測りたいよね。わあ、穴に持ってかれたよ。あ、この穴かな。この穴なんかいっぱいいる。おい、穴釣り。はい、案外ね、長いと本当この釣りね、穴のピンポイントにね入れづらいしね。今回はこの4フィートっていうめっちゃ短いやつだけど、コンパクトに持ってけるしね、そんながっつりと釣りできるか分かんないんだなんていう人には、うわー、波で穴が、あ、吸い込まれた。なんてやるのも楽しい。いやー、いいねこれね。ちょっとね、ハワイから帰ったらこれもうすぐ返さないといけないんだけど、これマジで買うかな。この他にもね、6、7、8とかね、いろいろな大きさ、長さ、レングスがあるみたいな。8フィートだったら、まあこのちょっとガビガビ超えてね、1個沖に入れ込んだりもできるだろうから、この穴どうよ。この穴案外いるとこいないところと、反応するとこしないとこがね、はっきりしてる。なんかやっぱそれぞれの魚の種類によってあるんだろうね。なんかここは俺の家みたいな。いないとこはね、ほんといないんですよね。このタイドプールがあって、あれどこだっけな。あんまり海と直結してるところはね、流されるの嫌ってかいないんですね。あそこじゃねえし、もうね、ほんとこれホテルの裏のね、浅瀬。まあちょ、あんまり海に近づくと危ないんだけど、30分ぐらいね、余裕があればどういう波の入り方するかチェックして、そんで釣り始めた方がいいですね。今のところまあ1時間ぐらいね、その他の撮影も含めて海見てて、一応あっちのタイドプールの方までは波入らないなーなんての見えたんでやってるんですけども、こんなとこ潜んでるんだ。これもちょっと接近戦なんだけど、あ、こっち、あ、ちっちゃい。うわ、こっちにもいる、こっちにもいる、両方いる。両方ナイスハゼがいる、ナイスハゼが。こういうところは丹沢の独壇場。うぅ、あー、くそ、食ったのに、あ、まだ食ってるのに、くわー、波に巻き込まれました。くそー、どういうことよ。あー、
裏側にいるんだ。あー楽しい、最高だぜ。さあ新しい穴、お結構ね、これ20センチオーバーが釣れたらランカーだね多分ね。20センチオーバー狙おうか。あ今釣れたんだけど他の穴に落ちて、こうフッキングさせるのがね非常にテクニカルですね。これはなんだったらブラックバスの方が優しいかもしれない。瞬間、あお前そこの穴に今いただろう、ここにいただろうお前。あー食った、よっしゃ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 、サイトでな、サイズダウンサイズダウンサイズダウンですが2匹目釣れました。はい、ズームサファリでね、引き続き丹沢だからこそできるこういった穴の接近戦ね、小さなワームでねタイドプールでハゼに遊んでもらっております。ズームサファリ大活躍。はい、じゃあ逃げてもらいます。これで4ピース4ピースロート。おーねえ、ライトウェイト、ズームサファリ、パピオとかここら辺いる？いる？ああ、もうちょっと向こうか。ああ、もっとロングポールじゃないと狙えないよね。OK、Thank you。Thank you。見かけたら。OK、Thank you。